ここはカフェではなくて洋和ハウス並木通りで生きています。いや、ここ不動産屋さんに見えないですね。びっくりした。カフェみたいですね。そうですね、うん、2019年の1月から、はい、この両和ハウス並木通り店ができました。カフェのイメージとして作られていて、はい、ここでお客様が気持ちよくお部屋探しができるよう、うん、スタッフが最高のおもてなししてますよ。なんかリラックスしてここにいることができますね。そうですね、いや、あとちゃんとコロナの防止対策してますね。マスクもね。そうですね。シールドとか。はい、ね。弊社はコロナ拡大防止対策についてこういうコロナシールドも設置しています、うん。スタッフは手洗い、うがいの徹底、マスク着用や検温をしています。うん、状況は良くなってきてるんですが、それでも両和ハウスではお客様へのおもてなしや安全を第一にしています。安心ですね。さらにお客様は完全非対面でのお部屋探しが可能です。どういうことですか？お客様の家からインターネットを使って内覧ができるんですよ。インターネットで？はい。すごい。してみますか？いいですか？やってみたいです。あ、はい、ぜひ。実は森本さんのために別のスタッフがご紹介したい物件で待ってます、はい、本当ですか？探してくれたんですか？どうしようかな。でも僕が断ったらやばくないですか？まあ、はいと言ってもらえる前提で準備しました。じゃあ体験してみましょう。はい、お願いします。はい、どうぞお願いします。あ、よろしくお願いします。森本健太です。よろしくお願いします。両ハウスの宮城と申します。はい、お願いします。それでは早速参りましょう。はい、ちょっとそしたらカメラ切り替えますね。はい、こちらがプリクルデスクを管理しておる建物の501号室になります。はい、まず玄関入りまして右手に、出た箱がございます。おお、なるほど。うん、いっぱい入りそうですね。こちらですね、右手にトイレと、はい、室内洗濯機とか、そして浴室の洗面台がございます。はい、はい、で、こちらですね、浴室の洗面台ですね、ホースのように伸びるようになってますので、はい、頭を洗ったりとかも簡単にできるかなと思います。あ、便利ですね、うん、はい、その隣に浴室ですね。おお、つながってるんですね、うん、はい、おお、洗濯物ね。うん。はい、洗濯物であったりとかも簡単にできるかなと思います。はい。はい。で、入れまして、こちらがキッチンになります。ね、はい。で、こちらもですね、シングルレバーで、水とお湯の切り替えが簡単にできるものになってまして。うん。で、こちらの室内なんですが、広々と10畳を取っております。10畳？はいはいはい。はい、室内もかなり広く使えるんじゃないかなと思います。こちらがバルコニーとなっております。はい。他にというのはやっぱり街の中心にはなるんですが、はい、目の前ですね、高い建物もなく日差しも入ってきやすくなっておりますので、そうですね。はい、開放感があるお部屋となっております。駅とかっていうのは近いですか？はいはいはい。その他に気になることございますでしょうか？大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あ、いつもひまわりさせていただいてます。あ、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はい、失礼します。
ありがとうございます。いかがでしたか。すごいですね。ここにいながら内覧ができるんですね。そうですね、お客様の家からでも、うん、こういうふうに、全部非対面で、うん、紹介ができると。お部屋を見せていただけるんですね、うん、そうですね。で、契約も、うん、IT 重要説明も、うん、その契約を説明しないといけないときに、はい、それも IT でもうインターネットを使って家でできるようになりました。できるんですね、うん、ほぼ鍵を取りに来るだけということになるので、なるほど、かなりお客様の安心になるんじゃないかなと。そうですね、こんな時だからこそ安心ですね。はい、うん、アンドリューありがとうございました。今回両和ハウスでこうやって店頭でもウェブを使ってでもお部屋の内覧ができることがよく分かりました。あ、森本さん、はい、お願いがあります。何でしょうか。両和ハウスの曲を聴いてみませんか。両和ハウスの曲を、はい、急に、本当お願いします。ぜひお引っ越しをお考えの方は最寄りの両和ハウスへお部屋の相談に来てみてはいかがでしょうか。上記 URL は両和ハウスのウェブ内覧の詳細になります。完全予約制とさせていただいております。ぜひホームページから各店舗までお問い合わせください。